愛知県スポーツ会館愛知県スポーツ会館名古屋市における愛知県スポーツ会館の1愛知県スポーツ会館は愛知県名古屋市北区名城1丁目3番地35号にあった愛知県教育スポーツ振興財団が管理していた施設地上5階地下1階の建物に5つの室内競技場とゴルフ練習場会議室軽運動場が設置されている 卓球場の利用が最も多いという。利用者は年間約20万人という。現在の建物は1972年4月完成と老朽化が進んでいるが2012年現在、耐震工事は本館のみ完了している。耐震工事には6億円近くかかる見込みで、名古屋市や民間によるスポーツ施設があり、県費により施設を存続させることに、 県民の理解が得にくいとして、愛知県の愛知県第5次行革大綱により施設の見直しが検討されている。2019年10月30日愛知県は2020年3月末で閉鎖すると発表。施設のある土地はもともと国有地であり、それを貸借している名古屋市からさらに無償で借りている状態になっていた。すぐ南側にあたる名城公園野球場。 名城プール一帯において愛知県体育館の新施設が計画されており公園施設の代替敷地を名古屋市側が県側に求めていたため県スポーツ会館を閉鎖し名古屋市に敷地を返還することになった名古屋市内にはスポーツ施設が多数整備されており閉鎖しても支障がないと判断されたこれに対して県スポーツ会館閉鎖の延期を求める市民の会が 閉鎖への反対署名を提出し、閉鎖する場合には新県体育館に卓球の練習設備を整備するよう求めた。県は、スポーツ課は、スポーツ会館は予定通り閉鎖し、新体育館に卓球設備を設けるかどうかは未定としている。閉鎖後の二0二0年五月一日より、愛知県、テントシート工業組合が施設を借り、新型コロナウイルス感染症対応の 医療機関向けに使い捨て防護ガウンの梱包を行っている。ありがとうございます。